イランが初めてイスラエル本土を大規模に攻撃した。シリアの大使館をイスラエルに攻撃され、最精鋭の革命防衛隊のトップを暗殺されたイランは、国家の面子にかけてもイスラエルに報復する必要があった。数百のドローン、巡航ミサイル、弾道ミサイルを駆使した攻撃であった。その多くはイスラエルの防空システムや米軍の力で撃墜されているが、イスラエル南部のネバティム空軍基地やアラド近郊では着弾と被害が報告されている。ネタニヤフ首相は直ちにイランに対して強硬な姿勢を発表した。米国、英国、日本を含む西側諸国がガザ紛争で緊張の高まっている中東情勢の悪化に強い懸念を表明し、イランの攻撃を非難した。国連安保理の議場ではイスラエルとイランが激しい応酬を交わした。しかしイランはすでに攻撃が終了したと述べて、大規模紛争の危険は急速にしぼみつつある。一体何が起きているのか。中東情勢の見取り図。中東をめぐる地政学的な構図は前世紀後半東西冷戦の枠組みで捉えられてきた。それを覆したのはアフガニスタンである。10年に及ぶアフガン戦争で疲弊してソ連が崩壊した。ロシアの影響力は自ら軍事基地を構えるシリアを除いて中東から大きく減退した。また 9.11 大規模同時多発テロ事件の後、アフガニスタンに攻め込んだ米国がバイデン政権の下で土着のタリバン勢力に事実上統治権を譲って撤収した。今世紀に入り中東における米ロ両国の影響力は如実に薄まっていた。90年代の冷戦終了以降、強烈な東西の磁場から解放された世界各地域で伝統的な緊張関係や地域紛争、民族紛争が多発したが、中東もまたそうである。地域の大国といえばトルコ、イラン、エジプトである。またイスラエルは小国ながら米国の後ろ盾を確保しており、また圧倒的な軍事力を誇る。複雑に入り組んだ民族事情、宗教事情を抱える中東であるが、長らく室町戦国時代のような様相を呈してきた中東を貫く論理は、敵の敵は味方という権力政治の論理である。権力政治から見た中東の見取り図は、トルコ、イラン、イスラエル、そしてエジプトに代わりスンニ派アラブ族の盟主を誇るサウジアラビアを主なプレイヤーとする。第一次世界大戦まで中東全域を支配したオスマン帝国の末裔であるトルコは、NATO の一員として米国陣営に入っているが、強烈な個性のエルドアン大統領は西側と軋轢を引き起こしがちである。エルドアン大統領はチュルク族の多いコーカサス、中央アジアとともに、かつて支配していたアラブ族の多い中東への独自の影響力行使を再び強めようとしている。石油生産で巨富を築き、湾岸アラブ族の盟主を気取るサウジアラビアは、日本をはるかに凌駕する軍事費を誇るが、人口が比較的小さく、経済力の割には実際の軍事力は小さい。バハレーン、カタール、オマーン、アラブ首長国連邦、UAE 等の他の湾岸諸国は小国である。彼らに独力で対岸にある大国イランに対抗する力はない。しかもホルムズ海峡対岸のオマーンのようにシーア派住民を数多く国内に抱えている国もある。イラン VS イスラエル。トルコと並ぶ大国イランは、紀元前のアケメネスは再来の伝統的な大国である。アラブ族はもとより、中央アジアの馬族出身のトルコ族さえも見下している。中国のように権謀術数に優れる。冷戦初期に社会主義化して石油産業の国有化を図ったモサッデク政権を英国と米国の謀略で倒されたイラン人は、70年代末にシャアの圧政に抵抗して市民革命を成し遂げた。しかしホメイニ師という天才的な宗教指導者によって導かれたイラン革命は、強烈な反米、反イスラエルのイデオロギーに染まった新権政治政権を生んだ。ここにイスラエルという厄介な問題が絡んでくる。20世紀前半は、アジア地域で激しいナショナリズムが吹き荒れた時代である。アラブ地域も同様である。オスマン帝国を解体して、サイクス、ピコ協定で石油が豊富なアラブ地域を手に入れた英国は、第一次世界大戦を賄う資金欲しさにユダヤ人にパレスチナを与えると空手形を切っていた。第二次世界大戦後、超大国となった米国が、後を引き継いで国連総会決議を用いてイスラエルを建国した。しかし、この頃の国連は加盟国が50程度に過ぎず、欧米が主流の国連であった。アラブ人は猛反発し、第一次中東戦争が始まる。燃え盛るナショナリズムの中で、欧米列強が国境を自由に引き直し、
新しい国を作るなど、もはや難しくなっていた。これに対して、ヒトラーのジェノサイドで600万人の無辜の市民をガス室で虐殺されたユダヤ人は、決死の覚悟で祖先の地であるイスラエルを死守した。第一次中東戦争は、イスラエルの勝利に終わった。その時、イスラエルを追われた数百万のパレスチナ人が逃げ込んだのが、当時エジプトが支配していたガザ地域である。ガザの人々の正体は、天井のない監獄、と呼ばれる狭隘な帯状の地域に押し込められ、国連の支援を頼りに、80年近くもの間生活している難民である。ガザ紛争と吹き飛んだアブラハム合意。ガザ紛争は、昨年10月のヨムキプールの祭りにハマスが引き起こした大規模テロ事件を契機とする。1200名の無辜の民が虐殺された。ハマスは、ガザに根を張って支配しているムスリム同胞団系の組織である。ムスリム同胞団は、エジプトに起源を持つ。思想的には日本の幕末の開国上位に近い。サウジアラビアのワハビズムのように伝統牧師を唱えるのではなく、幕末の志士のように伝統を守りながら近代化を志す集団である。ただしその心はあくまでもかつてヨーロッパ文明を推したイスラム文明の復権であり、ただの開国ではなく上位西洋文明の排斥を目的としている。トルコやカタールにムスリム同胞団に共鳴する者が多い。なお本家のエジプトではアラブの春で一時期ムスリム同胞団が権力を掌握したが、急進的な統治に反発が強まり、軍事クーデターで倒されている。ハマスは、ヨルダン川西岸に自治を認められているパレスチナ自治政府とは明瞭な一線を画する。パレスチナ自治政府は、長いイスラエルとの戦いに疲れたアラファトのパレスチナ解放戦線が、米国の支援を得てイスラエルとの共存を選んだ結果である。90年代のオスロ合意の後、両者の併存が実現するかと思われたが、主導者のベギン、イスラエル首相は暗殺された。オスロ合意に従ったイスラエルのガザ撤収の後、パレスチナ自治政府の影響力を排除して、独自にガザを掌握して独裁を敷いているのがハマスである。ハマスはイスラエルとの共存を拒絶し、イスラエル市民までをも侵略者と捉えて殺戮を辞さない原理主義武闘集団である。ハマスの大規模テロ事件は、パレスチナ問題に再び世界の焦点を当てた。そしてアブラハム合意以降の米国の中東戦略を挫折させた。米国、ついにイスラエルに距離を置く。米国はトランプ政権以来、サウジアラビアを盟主とするスンニ派アラブ諸国とイスラエルの国交正常化に動き、大きな成果を上げてきていた。イスラエル建国の立役者である米国は、国内で特に共和党に大きな影響力を持つ福音主義者の存在もあり、イスラエルの安全に関心を払わざるを得ない。米国は中国の台頭に急速に戦略的関心を移しつつあり、アフガン撤収後、自らの関心の薄まる中東地域の新しい戦略構図として、サウジアラビアを中心とするスンニ派アラブ勢力とイスラエルの関係修繕に力を入れていたのである。2020年のアブラハム合意はその成果であり、 UAE、 バハレーンとイスラエルの外交関係が成立した。サウジアラビアとの関係回復も進んでいた。アブラハム合意は強力な対イラン対抗枢軸への足がかりとなるはずであった。しかし今回のハマスの大規模テロは強硬派のネタニヤフ首相の激しい反応を引き起こし、その人道を犠牲にした過酷なガザ制圧作戦は国際社会の強い反発を招いた。ユダヤロビーの圧倒的な政治力が浸透した米国内でさえリベラルな若年層がイスラエルを批判し始めた。選挙基盤の揺らぎを恐れるバイデン大統領はガザ紛争の一時停戦に動かざるを得ない。国連安保理で歴史上初めて反イスラエル決議に米国が拒否権を行使せず棄権する事態にまでなっている。一死は報いるが拡大は望まないイランの事情。このような事態の中でアラブ諸国の中でイスラエルに対する反感が盛り上がる。アブラハム合意は風前の灯火である。イランの中東工作は当然息を吹き返す。イランが手駒にしているのはレバノンに根を張るヒズボラ、シリア、イラクのシーア派民兵組織、そしてイエメンのフーシー派である。反米反イスラエルのハマスはヒズボラ経由でイランの支援を受けていたはずである。ヒズボラはイスラエル北部を攻撃し、フーシー派はイエメン沖の船舶を攻撃し始めた。ハマスへの連帯を示すためである。しかしイランは自らの力をよく知っている。中国で生まれた孫子の標本は剣棒術数に優れたイラン人もまた自家役籠中のものとしている。孫子の教えの真髄は戦わずして勝つことであり、逆に言えば勝てる戦争しか戦わないということである。イランの国力で米国に勝利することは不可能である。
ネタニヤフ首相にシリアの大使館爆撃で革命防衛隊のトップを暗殺されたイランとしては何としてもイスラエルに一矢報いなければならなかった。しかし米国と全面対決することはできない。それがイランの本音であろう。そもそもイランと米国は戦争をしたことがない。両国の間に歴史的に憎悪が灰の奥の炭火のように起こり続けている。イスラエル人とパレスチナ人のような感情的しこりがあるわけではない。イランの反米感情は多分にホメイニ氏が作り上げたイデオロギーという側面が強い。だからイラン人の反米感情が盛り上がってイラン政府がコントロールできなくなるというような事態にはならないのである。イランからすればイスラエルによる革命防衛隊のトップ暗殺という恥辱を注ぐことが目的であり、今回の対イスラエル大規模報復でとりあえず矛を収めたいというのが本音ではないだろうか。ドローンや巡航ミサイルの多くは撃墜されたとされているが、迎撃の難しい弾道ミサイルはイスラエルの新端を艦から占めたのではないか。イランは自らの軍事力をイスラエルに見せつけた格好である。事態拡大を望まないという事情はイスラエルの後ろ盾になっている米国も同じである。11月の大統領選挙で劣勢が伝えられるバイデン大統領は、ひょっとするとウクライナ喪失という大敗北を喫するリスクに直面しており、かつハマス全面制圧を試みるネタニヤフ首相に手を焼いている。バイデン大統領はここでまた激高したネタニヤフ首相に引きずられてイランと戦線を開くのは得策ではないと踏んでいるであろう。無関係ではない日本の立ち位置。日本の中東外交は70年代の石油ショック以来、湾岸諸国から石油輸入を確保することを第一目的としてきた。しかし70年代に比して日本の国力は著しく増大した。経済大国、政治小国という歪んだ自意識は薄れ、中規模ながら自由主義世界をグローバルに指導する国家として生まれ変わった。これからは中東情勢全体の見取り図を頭に入れた大国外交が求められる。パレスチナ紛争の出口はイスラエルとパレスチナの共存しかない。ヨルダン川西岸のパレスチナ自治政府は高齢の指導者を抱えて影響力がなく、反旗を翻したハマスが暴発した結果、ガザは破壊され尽くされようとしている。これから問題になるのは制圧後のガザの治安と復興である。おそらくしばらくの間は米国が後ろ盾となってイスラエルがガザの統治に取り組むことになるであろう。人道的な見地からの復興支援は日本が最も得意とするところである。国連書記官を通じた財政支援を惜しむべきではない。日本はこれまでもガザ西岸のパレスチナ支援を熱心に言ってきた。それはイスラエルとパレスチナの双方から高く評価されてきた。ウクライナ復興支援会議を主催して高い評価を得た日本政府はガザ復興においても指導力を発揮してほしい。理解に苦しむ日本のシーレーン無策。残念だったのは風水派の船舶攻撃でスエズ運河を航行できなくなった船舶が喜望峰周りの大迂回航路を余儀なくされ、また最初の攻撃を受けたのが日本の商船会社が運航する船舶であったにもかかわらず、日本政府の動きが鈍かったことである。唯一の海外拠点としてジブチに身を構える海上自衛隊も全く動かなかった。米英海軍のように風水派の根拠地を爆撃することには幾多の制約もあるであろうが、どうして日本商船隊の護衛の強化という話が日本政府から出てこないのか理解に苦しむ。日本は1億2000万人という巨大な人口の国民を抱える。資源に乏しく、エネルギー安全保障と食料安全保障の双方でシーレーンに依存している島国である。日本商船隊2000隻、外国商船隊2000隻の合わせてわずか4000隻の船舶が動脈のようにシーレーン上で連なって、世界中から日本にエネルギーと資源と食料を運んできてくれている。特に湾岸からのエネルギー、ルートとスエズ運河経由の対欧州貿易ルートは対北米、対豪州と並ぶ日本の最重要シーレーンである。ところがその安全強化という議論が海運業界を除いてほとんど聞こえてこない。その理由は、日本は戦争に敗れた後、専守防衛という狭隘な戦術にこもりきり、自らの使命を制するシーレーンの安全確保という大きな戦略的課題から目を背けて続けてきたからである。その結果、日本の政治やマスコミでは海軍戦略、海軍リテラシーが完全に欠如することになった。国民が政府やマスメディアからシーレーンの重要性についインフォームされる機会は少ない。シーレーンに対する日本政府の無関心は、第二次世界大戦において日本のほとんどの商船と商船の陸民を徴用し、ろくな護衛もつけずにそのほぼ全員を海の藻屑とした大日本帝国政府を想起させる。当時、輸送船団に乗り組むことは高い確率で死を意味した。命を失った若き商船隊員たちの数は数千名に上る。その数は
チラン・ヤカノヤから出撃した帝国陸海軍の特攻隊よりもはるかに多い。日本が引き出すべき今回の中東紛争の最大の教訓は、実は風水派によるシーレーン攻撃に対する日本政府の無策からではないだろうか。